ケイチマンは、ウクライナコサックの統領の伝統的な称号である。1648年から1764年の間と1918年4月から12月の間は、ウクライナ国家の原始の称号として用いられた。ポーランド王国やリトアニア対抗国で、多い対抗位に次ぐくらいであった、軍最高司令官の称号、ヘトマンのウクライナ語名である。 初期の有力な平地マン、ペトロコナシエビチ・サハイダーチュヌイー。衰退した、キエフの復興に努めた。16世紀末頃、ウクライナコサックの本営であったザポロージャノシーチの、長は、キーシュのオタマーンを称していた。1572年に登録コサック制度が作られると、従来のコサック軍の長と区別するため、ポーランド・リトアニア共和国の意向を帯びた称号である、 ヘイチマンが使われるようになった。共和国の権力者は、実際のところこの称号を使っていなかったが、国王陛下の御ザポロージャ軍の長老という称号と共に用いられることになっていた。ヘイチマンの称号は、共和国に対して、反乱を繰り返したッ作運動の首謀者の称号としても用いられたが、クルイーシュトフ・コスインシクイ、セベルイン・ナルイバーイコ、パランスフェドロービチ、 パウロー・パウリューク、ヤーキュー・オストリアーヌ・イン、ドムイトロー・フーニャラがそうした平地マンとして知られている。平地マンは、軍司令官としての地位のほかに、文官の長としても、全権を有していた。長老ラーだとともに、平地マンは、司法権を行使し、行政面において、小ささから、無権力を有した。 1637年から1638年にかけてのコサック農民放棄が鎮圧された後、登録コサックの長としてのヘイチマンの位は廃止された。代わって共和国政府の弁務官が長官に任命されるようになった。ヘイチマン国家の初代ヘイチマン、ボフダンフメルにつき、右手にブラバー、左手にサーベルの柄を持っている。 1648年から1657年にかけて、ウクライナにて大規模な反共和国放棄が発生。首領母普段フメルニツキーは、平マンへの即位を宣言した。放棄の結果、平マンを原始とする事実上の独立国家が成立し、平マン国家と呼ばれるようになった。平マンの行使する全権は、軍事面にとどまらず、行政、立法、 司法のすべてにおいて集中的な権力を有することとなった。平マンの戦時は、ウニベルサールと呼ばれ、すべての住民に対して、絶対のものとされた。平マン権力の正当性の印は、クレーノードと呼ばれ、代々の平マンに受け継がれることとなった。クレーノードは、黄金の玉をつけた馬の尻尾からなる、馬印の一種である文中区と、先端が、 球状になった土鉾の一種であるブラバーからなっていた。フメリニツキーの皇帝は、チヒル委員に定められた。平マンは、自身の全権の一部を他の者に分与することができた。分与を受けた者は任命、平マンと呼ばれた。任命、平マンは、軍を召集して出兵したり、あるいは逆に、平マン本人が出征する際には国内に泊まって、国政を司った。 その他、任命ヘイチマンの使命には、ヘイチマンが崩御したり、野党によって倒されたりして空意が生じた際に、臨時のヘイチマンとして、ヘイチマンの職務を遂行するという任務もあった。1654年にロシアツァーリ国との間で行われた、ペレアスラウ会議とペレアスラウ条項への署名の結果、ヘイチマンは、モスクワのツァーリからウクライナにおける、 最高権力であると承認された。ヘイチマンは、ウクライナ政府を組織した。ヘイチマンを頂点とする政府組織は大長老州と呼ばれ、コサック連隊長とともに、長老ラーダを作り、国家運営の機関を担った。ヘイチマンは、他国と外交関係を築く権利を有した。ロシアとの間では、ヘイチマンは、大代替わりごとに、改めて協定を結ぶこととなっていた。 しかしながら、ボフダンフメリニツキーが死去すると、ウクライナの統一性は崩壊を始めた。次に、平マンとなったイヴァン・ビホウシクイーは、共和国との間に、ハージャチ条約を締結した。結果、ウクライナは、ポーランド・リトアニアと対等の地位で、共和国を構成するルーシ大公国となり、平マンはその原種となった。しかし、強力な野党によってビホウシクイーは、 平地マンの全権から知り添かざるを得なくなり、代わって、フメリニツキーの息子ユーリー・フメリニツキーが次の、平地マンに選出された。当初は親ロシア派を形成した彼であったが、しばらく後には、共和国側に移った。その頃には、彼もまた大方のコサックの支持を失っていた。ペレアスラウ会議の支持者と反対者の抗争の結果、 1663年には、ウクライナは親ロシア派の左岸ウクライナと、親共和国派の右岸ウクライナとに分裂した。両派が幾度も、再統合を試み失敗した後、1667年には、アンドルー・ソボ急戦協定が共和国とロシアとの間に結ばれ、ウクライナはドニエプル川を基準に左右に分割された。ポルタバの戦いに敗れたイヴァン・マゼイパと、 スウェーデンオーガール12世。この時から、ウガン・ウクライナは、共和国、オスマン帝国、小儀式派コサックとが互いに争い合う闘技場となった。この戦いにおいて、ヘイチマンの称号は乱用されるようになり、敵国同士となった古文の間で、変わる変わるに使われた。このような状況下で、ウガン・ウクライナにおける、ヘイチマン権力は、著しい低下をきたした。 1704年には、反共和国派の放棄と、スウェーデン軍のポーランド侵攻を利用し、サガン・ヘイチマンのイバン・マゼイパがウガンを占拠した。サガン・ウクライナにおいては、ヘイチマンの全権には、次第に政権が加えられるようになっていった。それは、事実上ウクライナ分割の直後から始まった。ヘイチマンには二つの側から圧力が加えられるようになった。一つは、ロシア政府からで、 ロシアは絶えずして、ヘイチマン権力を縮小する試みを続けた。もう一つは、コサック長老州で、彼らもまた、ヘイチマンがあまりに大きな権力を持つことは、望んでいなかった。その結果、ヘイチマンは彼らの間をうまく泳ぎ切る必要に、迫られたが、そのために譲歩した例は、数知れず、次第に、ウクライナにおける権力を失っていった。ウクライナ分割後、 ウガン、ヘイチマンは、チヒルインに止まった。一方、サガン、ヘイチマンは、ハージャチ、フルーヒーブ、バトゥールインに今を転々とした。任命ヘイチマン、パウロポルボートク。ピョートル一世に反対した長老の一人で、1724年に、落命した。彼の後、長らくヘイチマンは、空位とされた。大北方戦争において、マゼーパが、 スウェーデン側に寝返ると、ロシアによるヘイチマン権力の縮小に拍車がかかった。マズエーパの次のイヴァンスコロパードシクイがヘイチマンであった1709年には、ヘイチマンのそばには彼を監視するためのロシアの役人が置かれることになった。1720年には、総軍事務局が置かれ、1722年にスコロパードシクイが死去すると、 小ロシア省が置かれて事実上ヘイチマンの全権は消滅した。長老衆は新ヘイチマンの直接に選出することを禁じられ、その上この問題について、ツァーリにあえて異議を唱えた幾人かの長老衆は投獄された。1710年4月5日には、マゼーパの支持者は国外にてプイルイープオールルイクをヘイチマンに選出した。 彼は死去する1742年までこの地位を維持した。新しいヘイチマンはピョートル2世の許可によって1727年に再び選出されるところとなった。3年ぶりのヘイチマンにはダヌイーロ・アポーストルが選出された。ヘイチマン行政府はキエフに移され、その司法権はいくらか拡張された。小ロシア省も解体され、改革が実行されたが、 彼の全権はさらに削り取られた。1734年に、アポストルが死去すると、ヘイチマンは、再び空位とされた。1750年には久々に、ヘイチマンが選出され、クイルイーロロズモーシクイが就任した。これが、ヘイチマン国家最後のヘイチマンとなった。1764年には彼は、ヘイチマンを辞し、同年11月10日のエカチェリーナ2世の、 政令によって、平地ンの位は廃止された。小ロシア省が復興され、この期間は1768年まで機能した。そしてまた、総督医が新たに設けられた。ウクライナ国平地ン、パウロ・スコロパード・シクイーと彼の将校たち。20世紀になると、ウクライナ独立運動の中で保守派の理論が形成された。ウヤチェスラー・ウルイプイン・シクイーの提唱した。 ウクライナ君主論は、平地ンを、ウクライナの君主とする君主制国家を提唱したもので、ロシア帝政の倒れたロシア革命後に、保守派の軍人の力を借りてその理論は、実現することとなった。1918年4月29日、キエフサーカス場にて行われた、農民大会にて、ウクライナ人民共和国軍の将軍、パウロ・スコロパード・シクイーが、 ウクライナのヘイチマンに選出された。この事件はヘイチマンの政変と呼ばれ、およそ150年ぶりにウクライナをヘイチマンが統治することとなった。ヘイチマンを君主とするウクライナ国において、スコロパードシクイは極めて広範な事実上の独裁といえる全権を有した。彼は政府を任命し、組閣し、恩赦を与える権限を持ち、戦時あるいは非常事態においては、 最高司令官としての権限を有することとなっていた。1918年12月14日にディレクトリアの軍隊がキエフを占領するとスコロパードシクイは平地マンから退位した。ありがとうございます。